はい、こんにちは、新年早々編集長の中山京子先生から、お年玉、クエスチョンっていうのをいただきました。それは、これなんですね。これは何かというと、東洋医学会が、会長の三谷和夫先生のお名前で能登半島地震避難時体調管理への漢方薬活用のご提案という、書類になっています。これが、配られたんですね。で、これ何が書いてあるかというと、能登半島地震で困っている方々に漢方は使えますよっていうメッセージで、とてもとてもよくできています。で、困った場合にこんな漢方が使えますよってことが書いてあるんですね。寒気、風邪の引き始めには葛根湯、冷えと倦怠感には麻黄節最新湯、体力低下、補中液湯または従前大補湯、四肢末梢の強い霊感、当帰四逆下五秋小経湯、冷えと食欲低下、人参湯、鼻炎や喉の意外がアレルギー症状、小生流湯、イライラには翼寒散、不安不眠には神気飛湯、便秘にはマシニンガン、下痢には五苓散もしくは真武湯と書いてあります。なんとこれは我々が十数年かけて一生懸命普及に励んだモダン漢方そのものです。ある症状から最も効きやすい漢方薬を並べたものなんですね。そこに、漢方診療や漢方理論や、古典の読破は全く要求されていません。本当に僕にとっては青天の霹靂の出来事で、本当にお年玉に相当するものです。この十数年間モダン漢方と称して、古典の読破はいらない、漢方理論も不要、そして漢方診療も必須ではないね。まず使ってみよう、そして目の前の患者さんを治していきましょうという立ち位置で漢方の普及に励んできました。十数年経って、なんと東洋医学会ご自身からこのフローチャートが出たことは本当に僕は感慨深いです。そして先ほどの、文書の最後には、下記にフローチャートがありますと言って、フローチャートの URL も、添付されているんですね。フローチャートで漢方薬を出すということを、なんと東洋医学会自体が会長名で出してもらったことは、本当に本当に僕はびっくりしました。モダン漢方が、嫌いな人、ね、なんとなく直感的な人にとっては、度肝を抜かれた新年早々だろうと思っています。このフローチャート、僕たちのフローチャートを、徹底的にパクられているんですけども、これはある意味当たり前で、僕のフローチャートは、師匠である松田邦夫先生を徹底的にパクっています。TTP してるんですね。だから基本的に同じものが出るはずなんです。本当に嬉しいことです。松田邦夫先生がいろいろな漢方があっていいとおっしゃいました。この十数年間、フローチャートシリーズの関東言をほとんど書いてくださったり、そして陰に日向に温かいお言葉で応援をしてくださっています。去年の学会などでは、こういうフローチャートに相当するものも、多くの先生方が、一つの方法としては OK だよねっていう立ち位置で発表もしてくれていました。一つフェーズが変わったように思います。我々臨床医は、そして薬剤師の先生は、困っている患者さんに副作用なく漢方が届けばいいわけです。そのための一つの方法として、モダン漢方という立ち位置が僕はあっていいと思っています。モダン漢方は西洋医が西洋医療で困っている患者さんに、漢方診療、漢方理論、古典の読破は必須とせず、いろいろ使っていきましょうという提案なんですね。これはまず登竜門です。その後にもっともっと打率を上げようと思ったり、漢方に興味を持てば、中国の漢方、中医学を、極めてもいいでしょう。また日本の漢方、和漢に進んでもいいでしょう。
または全く別の切り口、現代的医学の立ち位置から漢方薬の処方選択、その打率を上げる努力をしてもいいと思っています。いろいろな漢方があっていいんですね。本当に今年1年の最初にこのようなお年玉が東洋医学会から送られてきて、僕は感慨無量です。ますます漢方の普及に頑張っていきたいと思っています。今後とも漢方 JP 皆さん応援してください。そして、漢方、モダン漢方が嫌いな先生方、ね、サイレントマジョリティで、通すのもいいですけども、まあ、できたら対談をすれば楽しいと思っています。いつでも対談ウェルカムです。編集長の中山京子先生に申し込んでください。今後ともよろしくお願いします。モダン漢方は中医学や和漢とトレードオフの関係にはありません。いろんな漢方があっていいんですね。モダン漢方は登竜門です。ぜひ一緒に、漢方薬の普及に貢献できれば僕たちは幸せです。失礼します。